雨の海は月の嵐の対応に次いで広大な月の海の一つであり、月の表側にある。アポロ15号は雨の海の南西部にあるアペニン山脈付近に着陸した。37億年前から39億年前に形成した海であり、東の海に次いで若い海である。雨の海には同心円の外壁が3枚あり、巨大な隕石の衝突によって形成された。 最も外側の外壁の直径は 1300km あり、いくつかの範囲に分かれている。南部はカルパチア山脈、南西部はアペニン山脈、東部はコーカサス山脈である。北部及び西部はあまり隆起していない。外側から2番目の外壁はアルプス山脈などの山岳地帯によって構成されており、近くにはアルキメデスとプラトンがある。 最も内側の外壁の直径は6 0 0トルあり、なだらかな玄武岩の丘陵によって形作られている。最も外側の外壁の高さは、中心部の底からおよそ7トルである。表面を覆う地層の深さはおおよそ5トルである。ため、雨の海の深さの合計はおおよそ1 2トルである。雨の海の外側約8 0 0トルには、 隕石の衝突によって舞い上がった岩石が堆積している。2013年12月14日、中華人民共和国の探査機場が3号が北西部に南着陸した。本来は虹の入り江が着陸予定地点であったが、最終的な着陸地点はこちらになった。ありがとうございます。